皆さんこんにちは、ドスウェイです。今日はですね、アービーズに行ってきたんですよ。でアービーズっていうのはアメリカにあるあのハンバーガー屋さんなんですけども、自分すんごい好きで、メインはローストビーフのハンバーガーっていうか、ローストビーフのサンドイッチみたいなものになるんですけども、今日はそれを紹介してみたいと思います。では早速、せーのということで、ハンバーガーとカリーフライとチキンテンダーを買ってきました。はい、ということでこんな感じですね。でこれがあのカーリーフライで、ちょっとスパイシーな感じで美味しいんですけども、これがチキンテンダーのフライドチキンみたいな感じですね。胸肉のフライドチキンで、これがメインのハンバーガー。開けます。3、2、1、オープンできない。はい、はい、こんな感じです。で今日はですね、贅沢してちょっとあのローストビーフのマックスっていうのを頼んだんですけども、すごいお肉もりもりで、こんな感じでローストビーフがいっぱい入っています。で上にまあごまもついていて、ちょっと贅沢な感じはしますね。であとはおまけにバーベキューソースをもらってきました。まずカーリーフライから、やっぱ美味しい。なんだろう、なんか辛い、ちょっと辛めの辛じょっぱいお芋なんだけど、すごいサクサクで美味しい。まあフライドポテト、マックのフライドポテトとかよりは全然こっちの方が好き、スパイシーで。で次がチキンテンダー、ゲルトというか割るとこんな感じになってます。見えるかな。今、まあ、こんな感じになってるんですけど、で食べると外はサクサクで中はふっくらとしてて、でなんかあの味付けは結構塩コショウみたいな感じで、あっさりしててすんごい美味しい。で結構ねちょっと高いんだけど、まあ思いのほか高い。もうちょっと安くてもいいんじゃないと思うんだけど、まあ結構美味しいです、これは。でこれがメインのローストビーフバーガー。じゃあちょっと早速一口。うまい。美味しい。いや普通のハンバーガーのパテと違って、ローストビーフだからなんか柔らかいんですよね。なんか食感も柔らかいし、まあ食べやすいし、なんだろう、なんかそんなジューシーではないんだけども、いい感じになんかこう肉を食べてるっていう感じがして、すんごい美味しいです。でもしね、もしアメリカとかに来て、アービーズ多分空港とかにもあるはずなので、もしアメリカに来た時はマックとかよりこっちをおすすめしたいと思います。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございます。バイバイ。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。この動画が気に入ったら高評価ボタン、このチャンネルが気に入ったら下の登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いします。ではまた、バイバイ。